どうも、PO25 です。というところで、ツインズのフランチャイズをやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。現状ツインズ47勝64敗、地区4位というところで、非常に厳しい状態が続いております。本日8月の3日なんですけれども、まあ、そんなね、厳しいチーム状況に追い打ちをかけるようなニュースが入ってきました。まあ、まず前回の動画の方で、まあ、ホセミランナが怪我したりとか、マイカル・ギブンスが怪我したりとかしたんですけれども、まあ、その後私1試合ほどやりまして、まずヘスス・ルザルドが、その日の先発だったんですけれども、だから途中で投げてる時にですね、パチーンと怪我しまして、2週間。まあ、これはまあまあいいんですけれども、もう一人、ポランコがですね、センター前に抜けそうな打球に飛びつきまして、で、それは結局抜けたんですけれども、なんと今シーズン出れなくなっちゃったっていう。6プラスマンス。まあ、オーバー6マンスですね。の怪我をして、今シーズンポランコいないんです。まあちょっとね、前回の動画でもうすでにポストシーズン無理だろうということで、まあ、売りに回っていたのが、功を奏したというか、まあ、良かったかなっていう。これ仮にガチガチに補強していた場合、ポランコを抜きで戦うのだいぶきつい。まあ、セカンド、そうですね。まあ、セカンドは補強する予定は多分、勝負かけててもなかったと思うので、なかなか厳しいメンバーが抜けたんですけれども、まあとりあえずは、売りに入っててよかったかなというふうに思っております。はい。まあというところで、まあそんなね、不幸続きのツインズなんですけれども、まあ、本日はね、それに対抗すべく、未来の、希望を、見出していこうかなというふうに思っております。まあ、というのも、今日デビューするプロスペクトが一人存在します。それは、ツインズ参加1位、このゲーム内の MLB.com、MLB.com じゃない。このゲーム内でのプロスペクトランキング全体22位であります、ブルックス・リー。彼を今日デビューさせていこうかなというふうに思っております。まあ、ショートにつきましてはコレアがいるので、まず今日セカンドでのデビューにはなるんですけれども、ちょっと期待していこうかなというふうに思っております。その他ですね、トレードデッドラインの動画の方で、獲得したメンバーっていうのも、しっかりと試合に出しながら、今日は勝っていきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。というところで本日ホワイトソックス戦、相手はデランシースですね。うちはパブロ・ロペスというところで行きましょう。まあ、というところで今日ロペスなんですけれども、まあ、昨シーズンね、非常に、まあ、怪我もしながらなんですが、いいピッチングを見せてくれたロペスだったんですが、今シーズンはね、怪我もあれば、IL に3回ぐらい入ってる。怪我もあれば、投球も安定しないというところで、なかなか厳しい状況が続いているロペスなんですけれども、今日はね、手動で使いますので、ぜひとも頑張ってほしいかなと思っております。さあ、そしてメンバーですね。まあ、バクストンがだいぶ最近状態上がってきてまして、まあ、遅いんですけどね。もうちょっと遅いよと、ね、言いたいところではあるんですが、バクストンが状態上げております。じゃあ、今日セカンドには、ブルックスリー行きましょう。で、サードですね。サードに、トロ。で、ファーストに、オーウェン・ミラー行きましょうかね。で、そうすると、まあ、レフトのラーナクが疲れているというところで、レフトにキリロフを入れましょう。キリロフも最近結構状態が良くてですね、これはありがたいなと。まあ、でも打率2割5分まで落ちてましたね。もうちょい高いかなと思ってたんだけど。で、ここで打順を組んでいく。そうですね。まあ、ペイビン・スミスとかもいますので、センターどうしようかな。セレスティーノ、ゴードン、どうしようか。ロイス・ルイスが、またちょっと成績上げてきてくれた気がするので、ちょっと使いますか。で、バクストン、1番。2番誰でしょうかな。ペイビン・スミス2番とか言いますか。3番、コレア、キリオフ、バスケ、下位打線になぁ、ちょっと、つなげるの良くないかな。リー、8番。でも5番ミラーもおかしいもんね。5番バスケス。これでいこうか。これでいきますか。いきましょう。さあ、相手はシースというところで、もうなかなか強力な相手なんですけれども、頑張っていきたいかなと。ルイス・ロベルト。いつの間にかルイス・ロベルトってジュニアついたんですね。今シーズンからだよね。なんか、急にジュニアついててびっくりしちゃった。その他で言いますと、まあ強力でもヒメネスとかいないんですよね。もうね、このホワイトソックスって
そうなんですよ。だからまあその分ちょっと怖くはないかなと。ホセアブももうアストロズ行きましたし、ティムワンもいないから意外とホワイトソックス原型とどめてないもしかして。さあメイキングメジャーリーグデビュー頑張れ。最初でよ、来年。来年仮に、レギュラーをつかむのであれば、セカンドでの、あれになるから、セカンドでもないですね。でもセカンドトラッコでも。どこになるんだろう、ちょっとわかんないですけど。まあ、トリプル A で2割4分9厘、OPS 622と。ちょっと低調ではあったんですけれども、今日は今年は昇格させてしまおうというところで、来年しかないですから、もう。あとね。行きましょうか。さあ行きましょう。ディラン・シース84番かっこいいですよね。10勝9敗 4.01、まあ、意外と球が速いピッチャーですのでだいぶ苦手なタイプなんですけれども頑張っていきましょう。しょうがないですね、まあ、先頭出したんですけれども。さあパブロ・ロペスよろしく。まあちょっとねなんか全体的に物足りないですよねやっぱね。あ、やばい。危ない。フレッチャーにホームラン打たれるところだった。危ね危ね。よしあるよ。んドノバンって現実で2桁打ったことあったんだっけ。あれ忘れちゃった。サンタンデール。おい、行ったね。よし、これは内に切れ込むスラーブ。ナイスピッチャー。よし、ミラーいいね。OK。よーし、めっちゃ喜んでるね、パブロ・ロペスな。よし、見た。さあ、トロだ。頼むぞ、トロ。何度したシーズン怪我したか怪我人多くねえかな、なんか最近。なんか、関与する試合、すっげえ怪我人多い気がする。大丈夫か。いやまさかのこれシースがダウンするという。ブルックスリーですね。メジャーデビューでございます。あーダメだった。スプリングトレーニング実はリーにいたんですけどもね、ちょっとあまり状態が良くなかったというところで下がってしまいましたから。危ない。キリオフ。ああ、危ないか。ああ、外れちゃった。やばい。やばい。行け、キリオフ。させ。おっさあ、遅い。ちょっと肩があんま強くなかった、キリオフ。まあ、本来本職ファーストですからね、キリオフって、ね、なんか外野だったんだけどファーストに今シーズンからなったみたいな話なんで、しょうがないっちゃしょうがないか。あれ肩強けりゃ刺してんだろうな。こちらも当てることはうまいですから。よし、ブルースリー初の守備機会ですね。オッケーオッケー。よっしゃー、いいね。高めのストレートをしっかりと勢いに振らせることができました。ナイスピッチャー。よいしょ、どうだ。ロベルトじゃ、なおじゃ大丈夫だ。よし、いや一塁で止めろ。ワンベースずつでいいや。ナイバッチ、さすがバスケットですね。あ、やばい。最悪の形で1点稼ぐことしてる。トロダッシュ、あぶねーあぶねー。あ、高く打ち上げた。どうだ。おおおおお、切れなければ。よーし、カーブをかち上げ、バグってる。20号ですね。でもね、カーブをかち上げましたね、バクソン。いやー、分かった。いやー、よかったな。危なかったな。よーし、ナイスホームラン。オッケー。すっごい高くかけて。こんな大きな弧へホームランなかなかないよ。よーし、フライボールレボリューションってこういうことなんだなっていう。いいね。都会ラストですかね、このバッターラストかな。よし、 OK。 お疲れ様です。あー、パブロ・ロペスが5回1失点。ちょっともう1イニングいってほしいところがありましたが、まあ100球乗ってるっていうのもあるし、今年不調っていうのもあるんで、
ちょっと変えましょう。アルゾラ行きますか。すごいカブスの方で投げてまして、もうすでに。うちこれ2試合目なんですけど、すでに55試合投げてるっていう。これなんか投げさせすぎだよね。よー、素晴らしい。オッケーオッケー。さあ、アルゾラはしっかり抑えてくれました。お、素晴らしい当たり。あー、ダメだ、これロベルトだ。うーん、足が速いな。全部ロベルトに打ってる気がするけど。どうでしょう、これいい当たりじゃない。落ちても3つじゃない。よしよしよし。あー、2ですか。あれ、フェンスに当たってりゃ3つだったな。さあ、トレバー・ゴッド行きましょう。トレバー・ゴッドはですね、ちょっと前にシアトルから DFA になっていたところをクレームしたんですけれども、で、しばらくずっとマイナーにいたんですけど、最近上がってきました。よし、結果的には3人。素晴らしい、いいね、トレバー・ゴッド。すごい変わるね、ジョー・ケリーですね。さあ、コリア回る、もしかしてジョー・ケリー。やばいやばいやばい。やばいよ、ちょっと。あれ、コリア回る回るよね。だってさっき1番で、ああ、やばいやばいやばい、この対決はやばいって。ベンチ、ブルペン準備しとけ、マジでやべえぞこの対決は。シルバー準備へ。やばいぞ、来たぞ。打たなきゃいけないぞこれは。ああ、うちのチームリーダーの威信がかかっていたのに。ああ、いいカーブで三振してしまった。やられてる、今煽られてる。ただ結果が全ての世界、こればっかりはしょうがない。よし、頑張れ。いい守備だ。おお、ストレッチすごいな、ミラー。すごいストレッチだ、ミラー。さあ、最後デュラン行きましょう。まあ、もうデュランを送ったらこっちも負ける気はないですから、守備固めもどんどんしちゃいましょう。これや、ダメか。野球は変わったところに飛ぶとは言いましたが、その変わったところの一つ、レフトにも飛びましたね。いらないんだよな、別にそういうのが。よっしゃー、102マイルフォーシームアウトハイ。やばい、気づかれた。やばい、これや、あー、まずい、肉うどん。追いつかれるのか。いやー、デュラン使って追いつかれた。あ、しかもなんか怪我してる、誰。あ、ドロバン怪我してるじゃん。怪我に多すぎるって、この時期みんな疲れが溜まってっから。中継ぎ、こまごま使ってデュランもやばい。デュランで追いつかれた。あー、ちくしょー。やばいよ、テレスティーノに借りてるよ。大丈夫大丈夫。あ、うまい、ナイスプレー。よーし。いや、ただ追いつかれちゃいましたね。よし、コリアの横飛び虚しく、あ、横飛びしてねえんだ今回は。デヨングだ。ホワイトソックスいたんだ、デヨング。エリアスですね。シアトルのかな、多分。参ったな。ニック・ゴードン、守備固めから入っています。どうしようかな、これデュラン、まあ、次もとりあえずデュラン行くか。いいんじゃない、ゴードン。来れるか。よーし、ナイス、いいね、ゴードン。ナイスバッター、素晴らしい。1点勝ち越しちゃったんで、デュランをずるずる引っ張るよりかは、これ一旦もうクローザーとしてビシッと変えちゃいます。でグリフィン・ジャックスよろしくね。残ってるピッチャーがみんな軒並み4点ないと思います、ね、でそんな中でも一番悪いジャックスを送ります。でもジャックスが一番使いやすいんですよ。さあ、頼む、9番からだからね。あー、やばい、頼むよ、刺して。おい、走ってきてない、マジか。マジで、いや、またピンチよ。
あれ、ロベルトは内野フライが、まあ満塁策、フレッチャーね、三振取りに行きばっかりした。やばい、ヘイミー・スミス1点決まった、同点に追いつける。やだ、もうやべ、ピッチャーいなくなっちゃうこれじゃ。ゲットかな、危な。危ね、コリアでよかった。今日なんか試しでブルックリーショートで行くかってやんなくてよかった、コリアでよかった。あー、くしょー。三振するのためじゃないのに。あ、やばい、危な。誰かカットして、暴投して、さあ、ピンチ。ただまあ一応センターフライでワンアウト取りましたから、まあ、1点与えた段階でもうすでに、ね、負けなんで。どうしよっかな、ここは歩かしが正解なのかな。ゲッツー取れるように歩かせて、ゲッツー狙った方がいいのかな。1点開けたら終わりだもんね。そうしよっか、はい、歩かしでお願いします。満塁にしちゃうか、同じだから満塁しちゃおう。2人ともありがとうございます。さあ、そしてここで勝負ですね。セスビール。いやー、惜しい、マーティンさせるか。ステップ多いな。負けたデュランで追いつかれたのがでかかったな。ここで競り負けるのがもう、まあ、ジャックスは悪くないよ、もう。ジャックスもな、あれしてほしかったかもあったけどな、あそこでしっかり抑えてほしかったな。どうだったんだろう、オースティン・マーティンがとりあえずあのライトやってたんですけど、ライトもできるんで、オースティン・マーティンがライトやってたんだけど、もっと肩の強いライトだった場合、刺すってたかな。どうなんだろうね。ジャッジとかだったらいけてたのかな。いやー、これはなかなか来る負けですね。これが取れないから今この位置にいいんだろうな、多分な。ああ、2回も勝ちのチャンスがあって2回手もミスってんのやばいよね。いやー、終わりでございます。いやー、でもいい試合ではありましたね。うーん、というところでありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてますね、よろしくお願いします。ではバイバイ。